情念司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆様面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。すいません、ちょっと昨日ね、ベンロムの飲みがありまして、ちょっと飲みすぎて声が微妙なんですけれども、お届けしたいと思います。韓国のね、尿素水問題なんですが、続報が入りましたので、ぜひ皆さんにね、お知らせしたいなと思うんですよ。まずね、なんで今回こんな、尿素水の問題が発生してしまったかということについてですね、検証記事が出ておりまして、まあ、要はですね、韓国の大統領府、誤った判断をどうもしたんじゃないかと。尿素水がね、なんか問題だってことであんまね、気づいてなかったみたいなんですよ。これね、ハンギョレ新聞の記事なんですけれども、大統領府の関係者の話を総合すると、大統領府は尿素水の供給不安の深刻さを一歩遅れて把握したものと見られると。で、大統領府のある関係者は落ち着いて対応していると言いながらも、尿素水がない場合、貨物の物流において深刻な問題が生じる可能性があるという判断が、やや遅かった側面があるって、ややどころじゃないんじゃない？だってこのまま行ったらね、11月中に尿素水切れて物流大停滞みたいな、そういう話だったんですけど、どうもですね、なんかあんま分かってなかったと。でね、なんかね、これ、要はその、肥料のね、肥料に使う、その、まあ、ものだけが問題なんじゃないかみたいな、感じでですね、まあ、なんか最初かなり誤解していたんじゃないかなと。このね、記事によるとですね、国家安全保障会議で国内に尿素が安定的に供給されるよう、関連国との外交的協議を強化するっていう立場ね、これを取ったのがですね、まあ、今月の4日になってということで、かなり遅かったんじゃないかと。なんかね、肥料のね、要は尿素水の品薄状態が、生じた後になって、ようやく問題の深刻さを遅れて把握し、その責任をですね、任期末期の大統領に対する公務員の怠慢によるものだというね、そういう態度を示しているらしいんですけれども、どうなんでしょうね、これね。はい。ということで、まあ、ちょっと今月中にやばいんじゃないかと言われてたところなんですが、どうもですね、韓国政府ね、発表によるとですね、これ今日のニュースですね、今日の朝7時のニュースですけれども、来年の4月まで、なんとか尿素水は確保できたという報道を流してです、報道ね、これをやってですね、まあ、ちょっとこの事態の沈静化を図っているということで、ヤフーニュースにね、こんな記事がありました。来春まで尿素水の不足なし、政府5ヶ月分を確保ということで、イ・オクウォン企画財政部第一次官という人がですね、会見を開いてですね、10日に中国が輸出手続きを、した尿素水18,700トンに対する輸出前検査手続きが順調に進行中だ。今後国内保有が、予定されている車両用尿素水は、既存の、約 2.4 ヶ月分から5ヶ月分に増加すると、予想されると。さらに 5.3 ヶ月分に増えれば、来年4月まで供給問題が解消されると、いうふうに言ってるんですけど、本当ですかという感じですね。まあ、まだなんか綱渡りの状態が続いているらしいです。でね、この記事によるとね、競技中の、尿素水の物量は8275万リットル程度と、で、あるメーカーは政府との協力を通じて車両向け尿素3100万リットルを作れる1万1000トンの尿素をベトナム、サウジアラビア、日本などから確保したと。さらにですね、オーストラリアから輸入した尿素水2万7000リットルのうち4500リットルを、まあ供給を開始したと、いうことで、まあ足らないんで、まあ配給みたいなことやってなんとかしようと、いうふうにやっているみたいです。で、このね、日本から確保したというニュースはですね、ちょっとこれ続報がありまして、ロッテ精密化学、尿素1万9000トンを確保、重光会長も救援の、救援投手の役割を果たすということで、これまた同じくヤフーニュースでね、報じられてるんですけれども、このロッテ精密化学っていうのが今韓国の尿素をほとんど全部作ってるんですよ、実は。で、このね、ロッテ精密化学がこの尿素のプラントをね、譲り受けたのは、サムスンから実は譲り受けてまして。で、そのサムスンはもともとその尿素のプラントをどうしたかというと、実は政府から、払い下げてもらってまして。で、じゃあ政府が払い下げたもともとこの尿素のプラントって最初誰が作ったかというと、これ実はサムスンが最初に作ったんです。サムスンがね、パクチョンヒ時代ね、僕正規大統領の頃に、まあ、借款でね、日本からの借款で実はまあ、作ったのがこの尿素プラントで。で、その借款をめぐるね、汚職事件があったんですよ。汚職事件って汚職事の件じゃないですよ。汚職事件ね。汚職の事件がありまして。で、これでなんかちょっとスタモン出した結果ですね、これもうずっとサムスンが持ってるのはやばいってことで、一回ね、国有化で国に召し上げられたんです。
で、それが、まあ、払い下げになってサムスに払い下げられたんですが、あんま儲からないということでですね、まあ、このロッテ精密化学に売却され、現在に至るって感じなんですけど、その、ここはね、その、まあ、尿素水を作る工場で、原料そのものはね、やっぱり輸入に頼ってるってところが実は弱点でね。しかも車両用は 97% チャイナから来てるっていうのが、まあ、今回の、まあ、韓国のね、なんですか、産業強国のですね、まあ、実態だったわけですけれども、まあ、今回そのロッテがね、日本のですね、まあ、この重光さんね、まあ、重光さんの働きによってですね、まあ、なんとか、日本からもですね、重光明夫さんね、の働きによってですね、まあ、日本からも、大きな、まあ、その、輸入をね、確保したということで、この記事によるとね、重光明夫、括弧韓国名、新ドンビン、ロッテグループ会長が直接乗り出して、尿素の獲得に大きな役割を果たしたというと。ロッテ側によると、重光会長は日本国内の人脈を活用し、純度が相当、相対的に高く高品質とされる日本産尿素1000トン契約を事実上直接獲得したと。これどうもなんか三井物産が、助けたらしいんですけどね。で、このような中で、ロッテ精密化学は、尿素不足、尿素水不足自体の解消に貢献し、不法流通の可能性を最小化するために、これまで中止していた、10リットルペットボトル包装品の生産を来週から再開することになった、うんぬんと、いう記事が書いてあります。なんかこういうね、B2B 向けのサイトでもですね、尿素はもうなんか今売り切れ状態で、転売禁止ですみたいなことも、こう、デカデカと出てて、本当にね、これちょっとね、周辺諸国にもいろんな、迷惑を、かけているというのは今韓国のこのまあ尿素の状態なんですけど、まあいずれにしてもですね、チャイナからの安定供給は止まっておりますので、まあ綱渡りで一応ね、日本、オーストラリア、ベトナムなどから確保したまあ尿素一応ありますけど、まあ半年分ぐらいとりあえず確保しないに過ぎないので、問題はね、先送りになっただけで、本格的に解決はしないです。で、そもそもなんでチャイナが尿素を出せないのかっていう問題は一応ね、公式には謎のままです。はい。松木邦俊さんに聞いたところによると、やっぱオーストラリアの石炭制裁が、逆に効いててですね、なんか石炭ないと作れないんですよね。あと、石炭火力発電を無理やり止めようとしてですね。で、そのために、尿素も作らなくなったんじゃないかとか、まあ、いろんな説が言われてるんですが、チャイナがどうして尿素を作ってくれないか、謎のまま。ね。で、韓国が 97% チャイナに頼ってるっていうこのビジネスモデルも変わってないし、日本から今後もじゃあ安定的に、供給が受けられるのかと。重光さんがじゃあずっと救援投資をやり続けるのかっていうと、これもどうなのと。まあ、三井物産はこれチャンスと見て尿素を売り込みに行くのかもしれないけど、まあ、どうなんですかね。日本でも使いますからね。まあ、日本国内が優先なのかなと、いうふうに思いますが、まあ、この手のね、戦略物資とか、まあ、それからまあ、その組み立て工場とかをね、人件費が安いからということで、こういう人権無視のね、権威主義国家にまあ、頼ってきたことのツケがですね、まあ、今韓国経済来ちゃってるのかなと。まあ、尿素ね、チャイナで作れば安く作れるのかもしれないけれども。で、自分のところで採算合わないからね、サムスもそれをもうロッテに押し付けたりとかね、まあ、いろいろやったのかもしれないけど、まあ、結局ですね、そうやってこう、作り手を大事にしないね、経営姿勢っていうのは回り回って自分のところに来てしまうということで、まあ、今回の件でね、反省するといいんですが、まあ、そもそもですよ。今回の件は、要はその日本からね、例のレジストの件ですよ。半導体のね、部材の。レジストの件で、まあ輸出手続き厳格化っていうのをね、まあ韓国から見ると輸入手続きですけど、食らった後に、まあ要はその仕入れ先をね、分散した方がいいっていう話を無視して、ね、何もしないでやった結果が、まあ今ですから。前回反省しなかった人が今回反省できるかっていうと、ということで、韓国の財閥はね、ちょっと目先の利益を追いすぎなのかもしれないなと。いうふうに思いました。はい。ということで、今日の内容面白いなと思った人は高評価のボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。ゴー!